おい、やっているぜ。今回四国やってきました。はい、ここでね、この稲川町でツンツンブラックバス今から行こうと。クッパックさあ行こうぜ。はい、おはようございます。おう、おはよう。クリアンドリス、どうした。こんにちは、クリアンドリスです。やっていきましょうか。おお、やっていこうや。昨日結構渋かったんで、今日ちょっとサイズを出したいなと。今日ローライトやからな。いや、ただ活性がちょっとね、今週この2週間ぐらい悪いみたいだけど、ちょっと1本出そう。目標は、目標は50アップ。50アップな。何やってんのお前。いや、ラインを今通してるんだ。 PE 直結、 PE 直結じゃない、リーダーも作るよこれ。連射結びでか。自分は今日ちょっとこんな感じで大山椒をどんどん投げていきます。1投目、大山椒を。結構ここ20メーター30メーターっていう水深があったりするんで、どこを攻めるかっていうのがポイントでしょうね。今日ちょっとシャローじゃないかな。シャロー投げても全く反応がないよ。どう？まだやってないよ。シャロー、どう思う？お前の予測はディープか。ディープだろ。シャローに反応がないね。ちょっと7メーターライン、8メーターライン攻めるか。このディープのラインをずっと丹念に丹念にな、ケツの皮を舐めていくように、やっていこうよ。この皮を丹念に丹念に舐めてもらうようにな。ルアー何使ってるの？カーリーテールっていうね、激ズレワーム使ってるから。それ投げてそこでトントンするだけの釣りやろ。釣れるよ。なあ、それ闇雲に投げてこうやってトン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 やってるだけやろ。釣る引き。とりあえず投げてトン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 こうやってやるだけやろ。投げてビリビリだよ。気がついたら食っとるっていう、そういう釣りだな。掘ったら食うだよ。ああ、でも紅葉綺麗だね、落ち葉がいっぱいで。開始90分間無反応です。結構厳しい、この時期厳しいのかな。ここキングさんどう？厳しいな。まあ90分とりあえず投げ続けて、お互い無反応ね。もうしんどくなってきたぞ。なんで？気力を、気力を奪われるぞ。寒いしね。風もそうだね。昨日もちょっとあんまりいまいちな消化だったし。雨予報出とるしな、今日。雨降ってからが勝負かもしれんぞ、逆に。そうか。雨降ったら状況変わってさ。ちょっと50狙ってこうよ。50釣りたいな。ちょっと釣らんとな。最近俺実はあんま釣ってないんだ。なあ。いや、ちょっと状況が悪いんじゃないここ。なんかお前にチョーカーで負けてる気がして。ああ、そうか。琵琶湖行った時も釣れなかったし、この間。もうお前ヘボいでな。だってこの間入れ食いの時にも昼まで坊主っていう、2時まで坊主っていう、昼の朝からやって、何やってたんだお前はっていうな。あの入れ食いの時に入れ食いだったか。逆の逆、要するに釣れないるわ、釣れないるわ、お前お前あの入れ食いの時によ。釣れる時こそあのいろんなやつを試すっていうな。ああそうか。そういうのもあるんだよ。でも今日渋いね。渋いな。あのルア選択間違った。浅いラインからね、深いラインいろいろ変えてってんのにね、ほとんどそこしかやってない。いやいや、でも深さはさ、シャローから10メーターライン、15メーターライン、そこにいるのかもしれないよ、バスが。そうか。ミドストとかやったんだよ。ミドストなぁ、やり方わかんない。いや、と人に巻いてくれんなと思う、一番中ぐらいを。ただ俺らできるの、お前投げてそこまで落としてトントントン置いて食うのを待つみたいな、なひたすら。ほとんどね、あのハゼの投げ釣りみたいな感じ。そうそうそうやな。そういう釣りだからな。ハゼの投げ釣り昔やっとっただろ。おう、川でな。おう、あれを釣れたんや。渋すぎるこれは。皆さん今ね、6超えてるよ、なんかかって足元まで来たんだけどバレました。やっぱ冬はあれだな、出るか出ないかだな。1本、出るよ。あれはでかかったな。出るよ。6超えてた。あ、俺がバラしたやつ来たか。6あるぞ。俺がバラしたやつ、うわ、6借りてる。ここポイントか、やっぱり。来た。ゆっくり行け、ゆっくり。来た来た。うー、でかい。うわ、俺がバラしたやつ、うわ。6ちっちゃいよお前。38。いや、でもいいぞ。
それも俺がバラしたやつだ。こっち見せて、突き出せお前。こっち見て、もっと待て。ええやん。35だ。来るな。35。オッケー。来た、また。大きいぞ。借りてる。借りか。潜る。うわあ。でかいでかい。うわあ。うわあ。よっしゃ。そうでもないけど。行け。いいね。ようやく開始。お前開始2時間でようやく入っていたな。来た。これいいバス来たぞ。カーリー。カーリーだよ。うれしそうやね。またカーリーか。カーリー。でかい。お前カーリーだな。うわー。またこっち向けろ。よし。カメラの方意識しろお前。やったな。うわー。カーリー。やりました。あっとっと。恥ずかしい。何今の。やっとっと。ナイスサイズ。ナイスサイズじゃん。いや大きいよそれ。こんなん貸すだこ。釣れるな。俺はな。50釣ったるんや。うりゃー。50釣るんや。ちょ、これちょっとでかいの取りたいね。木口さんどうよ。でかいの。来とるかね。風やんだな。やんだな。もう今チャンスタイムかもな。よっしゃ。そうか。雨が降ってくるらしいからな。もうすぐ。やろうやろう。14メーターラインから結構ね深いとこね、この段も20メーターとかね、もう深いラインもあるんで、いろんな駆け上がりがもう複合的になってて、どこ攻めるかでチョークがねめちゃめちゃ変わるから。その辺のどこをどう攻めるか。岸際ちょっと小雨がパラついてきてね、非常に撮影しづらい感じで、結構反応弱い感じ。もうお昼近いですかね。どうや今ディープクランク、うん、まあ当たればラッキーぐらいだ。何もカッコつけてお前投げとんやお前。あ、投げ方がお前カッコつけとった今。なんかピューみたいな。普通だよ。釣ってくれよディープクランクで。ディープクランクでも結構でかいの来るだろ。ここハマれば。おう、まあ、一番強いのは一緒。何ハリテールだから。俺使ってるけど釣れんぞ。釣れそうだな。でもカーリーはカーリー釣れるよ。結局ね、カーリーだと思う。釣れるとしたら来たカーリーみたいな多分なる。ここそういうパターン多いよね。ひたすら5時間投げ続けて ノー反応で、もう結局釣れたの何って言ったらカーリーだよ。後から振り返ったら、あ、やっぱりカーリーか。えい、よっしゃ、ナイスナイス。来た。小さいけどな。おう、雨の中粘って。よっしゃよっしゃ。ナイスナイスナイス。やっぱ困った時これだな。何ショット、ダウンショット、セコスリー、セコスリー、レッグアーム。来たな。小さいの釣れた。小さいのが。よかった。よかったな。はい、ちょっと雨土砂降りいっぱい降ってきてるんで、ちょっとカメラ止めます。はい、3時半までやったんですが、ちょっと雨と風がね激しくて危ないので、ここでもうちょっと中止っていうことでねやります。私はなんと坊主一匹だけでかい、多分45ぐらいのバラしただけで、菊さんがちょろっと釣ったというレベルで、安全第一でやってください。もう風と雨で今転覆しそうになったら危ないんで、風速4メートル危険ですよ。中止で。また会おうぜ。うりゃー。大変だったな。大変じゃ。はい、今回釣行ね終わりましたけど、風と雨降ってきてね。いや、だいぶ疲れとるね。菊さんどうした。もう疲れとんよ。すぐ疲れるよなお前。疲れた。結構すぐ疲れるよな今日は。お前ハードやぞ。なんでこの雨の中お前。うん、どうだったのあれから。もう一本ちょっと来たけどね。うん、うん、40釣れたか、うん、今動画撮ってないよそれな。動画撮ってないけど、うん、俺なんか坊主やよ結局。坊主なのお前。いや坊主だよ。釣れたじゃん。
釣れてないのは一匹一バラシやん。あ、そうか。釣ってないよ。釣ってないのか。その後バイトちょろっとったけど、小マスで。今日厳しかったな。で、前回はさ、うん、ね、47、40、40って40分5本ぐらい釣れたやん。今日厳しかったんだ、今週。厳しいし、ちょっと雨降ってなかったらできとるよ。できとるよ。40分、多分5本ぐらい上がっとるよ。いや、雨はいいんだけど、風がやばいわ。いや、風もだけど風風速4メートル、5メートルあったで、今日。いや、最後に菊さん、一発頼むわ。なんだなんだって、いや、それお任せでいいよ。最後に一発頼むわ。クリアンドリスか。皆さん、私がクリアンドリスです。クリアンドリス、アンドはとクリとリスです。これダメか。いや、いいよ別に。でもよう知らんけど、最後にいつものあれ頼むわ。ん、はめてか。もうあれはもういいわ。俺はめてはいいわ。お前が連発で流すからもう嫌だ、正直嫌だ。あれ嫌だった。あの動画の最後関係ないやつに使うのやめて。マジで。待ってあれさ、すっごい嫌だった。いや、嫌だもん。別にやるのは良かったけど、あのぼったくりバーのやつとかでこう俺のサムネでやられて、あれでちょっともうちょっと嫌になった。嫌な、どんで関係ないとこで、うん、はめて、うん、で、なんかコメントにも結構書いてるの、あのはめては何ですかとか、うん、その動画見てない人がね、うん、最後のやつはもうやめてくださいとか。あれ嫌だった。あれ嫌だ、最後の。あ、だからあの回だけにしとけばよかった、ね、うん、自分の分言った時だけだったらいいけど、その分を延々とこうね、その分をリピートで別の動画に引っ付けるのが嫌やった。嫌だな。分かった、ありがとう、ありがとう。あれ嫌だった。嫌だったな。ごめん、気をつける。じゃあもうあれ使わへん方がいい。あの一応ね、あのお前のあのハーメーテーのとこだけ、あのそれだけ取ってピクチャーで管理してあるんだわ。でそれをこういってもいつでも持ってくれるように。持ってくるの。持ってくるのか。やっぱ嫌だったんだあれ。嫌だよお前。ごめんごめん。ぼったくりバーのやつは結構本当ね、ぼったくりバーって YouTube で検索したら結構上位で出てくるから。関係ないのに。関係ない。何にも関係ないのにな。ハメてって。俺のサムネが出てくるし。ごめんごめん、気をつけるわ。あ、ほいじゃあ今日ありがとう、楽しかったな、でも。いやでも昨日今日この2日間結構頑張ってよかったな。そうだな。うん。もうちょっと超過がついてきたらよかったけどな。まあ、ちょっと今週は厳しかったな。厳しいな。多分来週か再来週はまた釣れ始めるかもしれんけど。ちょっと冷え込んで、うん、で、ターンオーバー入っていっぺんね。うん。で、気温がそれ、その後安定したらまた釣れ出すんだよ。かもしれんね。あの、うん、急激なあの気温のね、寒暖差とかが良くないから、うんうんうん。今ちょっとそんな状態かな。まあ、雨だな。あと雨が良くなった。ちょっとしんどい。分かった、じゃあやりきったよ。ああ、お前坊主か。坊主やで。ああ、うん、俺も昨日は釣ったぞ。うん、初めはちょっと生きとったんだけどな。今日何がお前な。今日な、もう10匹取ってるつもりだったんだけど。もうお前もあれだ、カメラ向けると生きる傾向にあるから。うん、せっかくだから生きるときは生きないと。カッコつける傾向にあるから、お前カメラ向けるとな。そうか。もう分からんけど。カッコつけてる。カッコつけてないな。カッコつけてないと思う。カッコつけてないな。いや、でもちょっとこう、虚勢を盛り上げようと思って。ああ、なるほど。盛り上げようと思うときと、盛り上げようと。テンションガタ落ちのときと。だよな、多いよな、テンションガタ落ち、お前の。なんで疲れ切った。疲れてるもん。わたわた。これサングラスの奥で俺目つむってるからね。うん。ということで、皆さん、まだやろうぜ。ああ、やろう。おう。次回50となんとな。おう、今年はもう終わりだな、うん、これで終わりかもしれんな、今年はな。12月はさすがに寒いぞ、うん、去年12月行かんかったっけ。行ったかな。行ったよ、で釣れたよ。ああ、やっぱ冷え切ってから釣れるからな。いや、だから今ちょうどあの冷え切って、切る前なんだ。このダム湖が来週か再来週あたりから11月下旬か12月上旬にパパって釣れる時期があるのよ。いや、で、まだ釣れなくなるんだ、ね、まだ今散ってるんだよ、バスがね。で今ちょうどどこにおるか分からへんが、お前。いやいや、だから釣れない時期なんだよ、今週ぐらい。いや、どこにおるか分からへんが、お前、バス。いや、だから活性が落ちとるの、カッコつけんねん。活性が落ちてんねん、お前。活性が落ちとるんだから。3連発出たぞ。あ、だった。来週ぐらいから釣れるから、ちょっとタイミングもあるわな。バスがおったら釣れんだけどな。バスがおるとこは分かんねえんだ。分からんのやな、ほんま。じゃあ、キクちゃん。最後に一発頼むわ。何をや。何でもいい。もうクリアンドリスじゃダメか、お前。もうはめてはちょっともうね、嫌なんだ俺。嫌か、は
めてよ、ちょっとなんか嫌だな。なんか自分のプライドを傷つけられる。もうプライドというか、もうちょっともうなんか、あれ見てちょっと嫌になったもん。自分を見てか、使い回しされるのもしんどいから。ごめんごめん、あの悪意なる編集で、なんかちょっとしんどい思いになる自分。分かった、ごめんごめん、言ってなかったけど、急言ってそれは、うん、じゃあそれは言って、うん、分かんないから、ちょっともう辛いなと思って、編集とかもこういうのが嫌だとか言って。いや言わないよ、俺好きにやっちゃうから。いいけどやってもらっても、でもあの使い回しだけやめて。何度も何度もはめてはちょっと、何度も繰り返すな、傷ついとったんやな、うん、ちょっと嫌だ、傷つぶというか、なんかちょっと不愉快、いろんなとこに自分が出てくるのはちょっとね。あれ、そこのポイントだけ出すっていう話だからね、まあいいかなと思ってやってるの。毎回動画の最後で、毎回関係ないとこやってよ、もうなんか晒し物みたいなやつさ。分かった分かった、おい、ありがとう、ほんじゃまたやろうや。でもね、やろうやろう、おう、うわはい、雨が降ってね、中止になったんですが、急に天候晴れてきたんで、ちょっと1時間ぐらいここでね、いろんな魚を釣ったりして、海ですよね、はあ。